ブラーフミー系文字、または、インド系文字は、マウリアインドのブラーフミー文字から派生し、南アジア、東南アジア、チベットで使われているアブギダの一族の総称である。ブラーフミー文字間ヘリーセックスブラーフミー系文字は、古代インドのブラーフミー文字から派生した。ブラーフミー文字は、欧州の文字と同じ祖先を持っているかもしれないが、学者によっては、バイクリマコール碑文は、 ブラーフミー文字が固有の起源を持つという決定的な証拠であると信じている。一族の最も有名な一員はデイバナーガリーである。デイバナーガリーはインドとネパールの数種類の言語で使われている。これにはヒンディー語、コンカニ語、マラーティー語、ネパール語、ネパールバサ語及びサンスクリットが含まれる。他の北ブラーフミー系文字にはベンガル文字、オリアー文字、 グジャラーティー文字、ランジャナ文字、プラッケリットスクリプト、ブルヒーモルスクリプト及びグルムキー文字が含まれる。南インドのドラビダ語族は南方の需要に合わせて改善が加えられたブラーフミー系文字を使っている。南インドでブラーフミー文字が使われた最古の証拠はアンドラプラデシュ州のグントゥール県にあるバッティプロール国分からもたらされた。 バッティプロールは3世紀にかけて大きな仏教の中心地であり、仏教はここから東アジアへ広まっていった。現在のテルグ文字はテルクカンナダ文字、別名古カンナダ文字から派生したものであり、その類似性の原因も同じである。はじめに小さな変更がなされ、現在タミルブラーフミー文字と呼ばれている文字は、他のインド系文字のいくつかと比べてはるかに少ない文字しか持たない。 これは、独立した勇気もしくは、優勢シ音が存在しないからである。後に、グランタ文字、バッテルット文字の影響を受け、今日のマラヤーラム文字と類似の外見になった。19世紀と20世紀に、さらなる変更が加えられ、印刷やタイプライターでの使用ができる、現在の文字になった。ビルマ語、カンボジア語、ラー語、タイ語、ジャワ語、バリ語及び、 チベット語もブラーフミー系文字で書かれるが、それらの言語の音韻に合わせるため、かなりの変更が加えられている。失坦文字は多くの経典を書くために使われたため仏教で特に重要であり、失坦書道の芸術は今日の日本で生き残っている。いくつかの特徴は、すべての文字体系に存在するとは限らない、ブラーフミー系文字を使う言語の多くは、 主に非母国語話者の利便性や当該文字体系をサポートしないコンピュータソフトウェアでの使用のためにラテン文字で書かれることがあるがそれらの監修は南アジア自身ではほとんど進んでいないウルドゥ語カシミール語及びシンド語はすべて基本的にブラーフミー系ではないペルシアアラビア系文字を使っているがインドの一部ではデーバナーガリーで書かれることもある EN ガリレ・デアード教授は、朝鮮語の表記に使われるハングルが、チベット文字を経由して、ブラーフミー系文字から派生した、モンゴルのパスパ文字を元に作られたという仮説を立てている。以下は、数種類の主要なインド系文字の比較表である。発音は、ISO15919 と IPA で示す。発音は、可能なら、サンスクリットから取ったが、必要に応じて、 他の言語からも取った。これらの一覧は包括的なものではない。表現されていないグリフもある。母音は独立型を左の欄に表現し、下に対応する子音と組み合わせて右の欄に表現する。ありがとうございます。